箱根関所、2007年3月に復元された。地理院地図 Google ググマップ、箱根関所の位置箱根関は、かつて箱根にあった関所である。競技においては、江戸幕府によって、元那5年から明治2年まで、相模国足柄下郡箱根の足の湖湖畔に設置された、東海道の箱根関所を指すが、抗議における箱根関は、江戸時代以前に、 箱根山山六に置かれた赤書及び江戸幕府が東海道と並行して走る秋王館に設置した石書も含んでいる。箱根に石書が設置された式については定かではないが、奈良平安時代立令期にはすでに箱根峠を経由する箱根路が開設されるとともにその路上に石書が設置されていた。足柄峠の足柄路とともに関東防衛の役割を担った。 平野正門の乱の際に、平野正門が箱根に兵を派遣して、これを封鎖することを考えた。鎌倉時代には、上級の乱の際に、北条義時が御家人から出された、箱根路、足柄路に置かれた石を固めて、同地で官軍を食い止める策を知りけて、兵を上落させたと伝えられている。箱根石所の防備が問題となっており、上級期は、あずと、ほぼ同様の記事があり、 鎌倉時代には箱根関所があったと言えるが、箱根関所の設置位置は明らかではない。上級3年、上級の変に鎌倉幕府が出世の表記を凝らし、所詮は足柄、箱根両方の道路を肩関して、相まつべきの気を述べ、席を守って、日に渡るの上、か減って、敗北のもとたるべきかとし、箱根関所の防備が問題となったという。 室町幕府の鎌倉府も箱根に石章を設置して、石線の徴収を行ったことが知られている。攻略2年の遠学寺文書には、箱根山、足川宿のあたりに赤を3年間限定で、設置して、遠学寺の造営料に当てたと記された。ラテン十字、1。その後も、大江13年に、箱根山中の水のみ峠に、水のみ関が置かれたという。 戦国時代になると、後法城氏が箱根山の西側に山中城を設置した際に、石書の機能を吸収したという、影響頃、箱根湯本に湯本関が置かれ、赤線を鎌倉大倉の稲荷神社の修繕に当てられた。箱根はところどころに石書が置かれたが、整備されたのは金星という、箱根石書の平面図、ラテン十字、 に近世の箱根関所の起源は不明である。しかし、現那4年頃にはすでに箱根の宿液であることから、この時期に箱根関所も設置されたものとされている。箱根関所の設置、編集後法上し滅亡後、関東には徳川家康が入り、後に江戸幕府を開いた。幕府は、スク川沿いに神道を設置して、これを東海道の本堂として整備して、 箱根神社の側に石章を設置したが、地元住民との対立を引き起こした。そのため、箱根峠寄りに人口の町である、箱根塾を元箱根側の足の湖畔に、箱根石章を設置した。箱根石章は一時期を除いては、原則的には、相模国足柄下郡及び、箱根山を挟んで接する駿河国寸島郡を支配する譜代の大半小田原藩が、 実際の管理運営を行っていた。東海道は江戸と京都、大阪の三都間を結ぶ最重要交通路とされた。関所の構造、編集箱根関所の考察場箱根関所を設置した地点は東北に屏部山があり、西南に足の湖があり、中央に東海道が通った。道の両側には縦64メートル、横13メートルの空き地があった。 両門の間は約18メートルで、関門の左右の石垣、石書の礎石は残っている。建造物は上、五番所、番室目所、休息所、風呂場からなる、面番所、ところ詰め半番、休息所、牢屋からなる、交番所、馬屋、辻番、考察場などが設置され、柵で囲まれていた。また、石書裏の病部山には、円建番所、 足の湖南岸には、外や板書が設置され、周囲の山林は、要外山、御用林の指定を受けていた。そこを通過して、石書破りを行おうとした者は厳罰に処せられたので、ある。石書道具類、編集箱根石書には常備譜の部具として、弓後、鉄砲銃、ながら槍銃、耐震槍5.3道具一組、宿り規模銃が規定されていた。が、 ほとんどが旅人を脅すためのもので、火縄銃に火薬が詰めておらず、弓があっても矢がなかったなどのことがわかっている。箱根関所の番子、編集状況3年の小田原藩の植生によれば、箱根関所は番頭1、平番子3、小頭1、足軽10、仲間2、定番人3、瞳女2、その他非常用の妊婦から構成された。 後に番頭を補佐する者として侍身分の横目1名が追加された。侍足軽身分の者は小田原藩士であり、侍は毎月2日、足軽は毎月23日に小田原城から派遣されて交代で勤務した。定番人、人見所は箱根近辺の農民から雇用して幕府が手当の肩代わりを行い、妊婦は主として、 寸東軍などの小田原領民が当たった。箱根関と東海道、脇王館根深川矢倉沢、川村、仙国原谷が、村の五石所は、箱根石所と同じく、小田原城主が管理していた。熱海入島道に、根深川石所、足柄路の流れを組む矢倉沢王館には、矢倉沢石所、箱根浦街道には、仙国原石など五箇所の脇王館にも石所が、 設置され、江戸幕府の公式な箱根関所と五つの脇関所から、江戸時代の箱根関が構成された。根深わ関所後の案内板と東海道新幹線、白糸川橋梁箱根の関所の裏番所として、熱海街道に設置された根深わ関所は、箱根関所に準じていたが、五関所後規定心得方書記によると通行人の規定が、一般の関所ではそれほど問題とならない町民。 農民まで手形を求めていた。東海道新幹線、白糸川橋梁建設に伴う河川改修で川底に沈んでしまった。天正18年には、江戸に入国した徳川家康が、西方の防衛として、東海道足柄越の矢倉沢に石書を設置し、全国統一後も存続させていた。ラテン十字、三、箱根石書の通過の際、検問するに事柄は、 諸国五消防絵描きに示され、時間は明け6つから暮れ6つまでと規定されて、夜間通行は原則禁止された。関西方面から江戸へ向かう者は特に検閲がなかった。逆に、江戸から上方へ向かう婦女子や乱心者、手負い者、囚人、首、死骸等の反乱の原因になり得る者は留守居の消門。夜間通行には老中消門や宿場問屋の断書が必要であった。 道中武行支配下の街道にあった新居石書、木賀石書、薄井石書、福島石書などの石書の通過には箱根石書同様に一定の証文が必要であった。入り鉄砲に手女に象徴される厳重な監視体制が取られた。後に、官営年間に同じ東海道の今切れ石書との役割分担が定められ今切れガイドに入る鉄砲を監視し、 箱根が江戸から出る女性を監視する任務を主とするようになった。箱根関所の特徴は、武具の検閲をしないで通行を許可しており、鉄砲手形がない場合でも通行は差し支えないが、手形持参の場合は、形式上検問して通行を許可していたという、ラテン十字4。4五関所ご規定心得方書記によると、鉄砲手形がない場合でも通行は差し支えないが、 手形持参の場合には、一応形式上でだけ検閲して、通行を許可するものであった。そのため、箱根関所には、差し出された鉄砲手形が残されている、幕末の慶応の改革の段階で簡単な検問機能のみに縮小されていた。明治2年には、明治政府が諸国の関所を全廃したとき、箱根関も廃止された。箱根町立箱根関所資料館箱根関屋とは、 大正11年、国の史跡とされた。昭和40年、箱根町立箱根関所資料館が開設された。昭和58年、静岡県韮山町の江川文庫から、総集五関所五修復出体系帳が発見されたことにより、箱根関所の構造が明らかとなり、後に行われる復元のきっかけとなった。平成11年から平成13年にかけて、 発掘調査が行われ、箱根関所の移行が確認された。平成16年4月、総集五石書五修復出体形庁の内容を及び、発掘調査の成果を踏まえ、箱根関所の大版書や常磐休息書などが復元され、一般に公開されるようになった。平成19年、石垣等の大規模な復元工事が行われ、周辺の電線を地中に埋設するなどした上で、 復元された箱根関所が全面公開された。平成25年、資料館が13のテーマ別展示にリニューアルされた。デオンの改めの人形による再現などのほか、関所破りのコーナーでは、当時の手配書人総書器から、神奈川県警察が作成したモンタージュ写真を見ることができる。大島によると、足川宿とは元箱根だという。 78ページ箱根関所平面図は、大島信次郎、関所を参考に作成、第日本地事体系、新編相模国フード機構1、265ページ、渡辺和都氏、17ページより、渡辺によると、箱根関所が部具を検問しないで通行を許可していたのは、東海道の新居関所と、本坂通の木賀関所で厳重な取り調べを行うこと、及びとう見、 駿河に反乱の危険性のある戸様大名が封ぜられていなかったためとしている。ありがとうございます。